城田優が久しぶりの新曲「夢の種愛 LLB by Your Side」をリリースした。ピーナッツコミック70周年を祝して2020年からスタートしたスヌーピーのオーケストラコンサートシリーズを通して意気投合した城田とピアニスト音楽監督の宮本希奈が共同制作。素敵な夢の応援ソングとしてこの楽曲が誕生した。城田優が演出とメインパフォーマーの2役を務めて大きくリニューアルした2023年の公演でこの楽曲をオーケストラと共に初披露し大きな話題に。2024年シリーズ5年目を迎える12月の公演を前にリリースされた。城田は皆さんの夢を後押しするような力強くも優しい素敵な応援歌ができたと思っていますとコメント。この楽曲はマジカルクリスマスナイトイメージソングになっており、兵庫、札幌、東京を3都市で開催するビルボードクラシックス、スヌーピー、マジカルクリスマスナイト2024でも新曲の歌唱が予定されている。またジャケット写真は先進国の廃棄物で作品を制作し、その売り上げから生まれた資金でガーナのスラム街アグボグブロシーをサステナブルタウンへ変貌させる活動を続けているアーティスト長坂慎吾さんとコラボ。長坂がガーナのスラム街でアーティストになりたい人々が描く作品を紹介販売するプロジェクトスーパースターズシリーズのプロジェクトに感銘を受けた城田が今回夢の種愛 LLB by Your Side をガーナのアーティストたちに聞いてもらい、彼らの感性で夢の種というテーマで描いてもらった作品がジャケットに使われている。リリース情報、夢の種愛 LLB by Your Side 2024年10月30日デジタルリリース。作詞作曲城田優宮本希奈 https://shirotayu.nk.2/imenotanelive イベント情報。ビルボードクラシックス、スヌーピー、マジカルクリスマスナイト2024年12月8日、日曜日会場を18時15分開演19時、会場兵庫県立芸術文化センターコベルコ大ホール2024年12月12日木曜日会場を18時開演19時会場札幌文化芸術劇場ヒタル2024年12月23日月曜日会場を18時開演19時会場東京文化会館大ホール https://billboard.com/snoopy2024